立浪監督さん細川誠也をたかしと呼ぶ。たかし、忘れるなよ。いくら空振りしたって構わない。俺は一軍で使い続けるから。その代わり、仕留められる球を一球で仕留められるよう思い切って振ってくれ。立浪監督は細川というだけの理由で彼をたかしと呼ぶ。こう諭したのは、開幕が近づいた初春のことだった。これまでのキャリアで彼は結果を恐れていたのだ。出番が失われる、2軍降格を命じられる。恐れの理由を察した立浪監督は彼に保証を与えたのだ。たかしの快進撃はそこから始まった。相手はそのフルスイングが何よりも怖いのだから。ドラゴンギャグ、素晴らしいギャグ。一瞬本名かと錯覚するやん。何中範囲な発想や。ドラゴニックジョーク、和田が三振しても返させないでくださいって頼み込んだのに立浪の功績にされてくさ。でも7月の4試合で18打数12三振はなかなかやばいと思う。空ただめやし攻めやすいわ。細川は元ネタ知らんやろ。ワインもくぐったわ。和田だからベンちゃんやしな。最近の子元ネタわからんやろな。細川無口やしリアクションせんやろ。細川たかしの顔を思い浮かべようとするとモノマネしてる RG が出てくる。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。